時差ボケ、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 時差ボケ。フロリダに行ってきてから1週間以上経ちますんで、どうもツコミ合同こんにちはです。帰ってきて本当にすぐ、まあ体調ちょっと悪いというのもあって時差ボケ全然治らなかった。多分俺仕事ないから、なんか普通の人だったらね、次のなんかお盆休みとか終わってその、適当な海外旅行から帰ってきて次の日まあ仕事があるからどっちにしても明日に起きなくちゃいけないんじゃん。でも俺仕事ないじゃん。時差ボケとの戦いは1週間続きました。はい、アメリカ行った時はまだ大丈夫だったけど、まあアメリカの時も大変だったよな。いやでまあまあまあちょっと話が早まっちゃってるけど、まあ皆さん、あの仕事でフロリダに行ってきました。かっこいいコラボしてきました。そのコラボ見たかったらドラムのチャンネルの方で見てください。あのエッド・シーランの曲で Beautiful 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 People っていう曲ね。 Beautiful People Top top designer clothes Beautiful People みたいな曲なんで、俺も歌えばよかったよね。とりあえずそのクラブのためにアメリカに行って、フロリダのいい感じのホテルに泊まって、あの2日間スタジオに行ってレコーディングしてました。でその時はやっぱ朝、なんか夜はあんまり寝れなくても、時差ボケで夜あんまり寝れなくてもさ、やっぱり朝から仕事があるっていう気持ちで気合い入ってやるじゃん。でも俺いつも仕事5時ぐらいに終わってホテルに帰ってきて、それからね、そのホテルは屋上にバーもあってプールとかもあるし、なんか思い切りそういうのを楽しみたかったけど、ホテルに帰ってきて、まあ、まず普通だったら夕方の5時から10時11時までは寝れないじゃん。あれ一番寝れない時期。なんかお昼過ぎはちょっとお昼寝ぐらいできるけど、夕方に入っちゃったらまた元気になって寝れないのは私だけ。まあ分からないけど、フロリダで仕事してる時にもう5時過ぎぐらいに帰ってきて、本当にもう気絶したもう帰ってもう毎日無理無理ってなって夕方から寝てた。夕方寝てなんか夜中に起きちゃってお店閉まってる、ご飯ないしみたいな感じで困ってた。コラボが終わった後にあの車借りてフロリダ横断してマイアミ行ってから帰ってきた。フロリダ横断ここから始まって、ここで仕事して、でディズニー行って、スペースセンター行って、この辺泊まって、あこの辺泊まってか覚えてない。でこうしてここ泊まって、でマイアミ戻って泊まって、日本に帰った。どうも。結構いい経験でした。楽しかったです。でもうあの細かいとこは多分ライブ配信の方で全部喋るんだけど、もっと動画撮る、もう毎回もっと動画撮るつもりだったっていう展開になるんだけど、動画撮りながらいろんな経験楽しんでいくのが難しい。俺まだなんか楽しいとなって、あカメラ出そうってならないからね俺。まあ最初の方ちょっと動画撮ってたからそれも見せるけど、ほとんどは撮ってないよね。ほとんど動画は撮ってないよね。やっぱ行って楽しいことしてるとカメラは回さないよね。そのまま楽しむということしちゃうんだよね俺。まあそれで仕事が終わって車借りてホリウッドスタジオの方に行って、なんかディズニーランド、ディズニーワールドか、ディズニーワールドがあって、あれめちゃくちゃ広いよ。なんか何箇所もあって、そして1日しかなかったからディズニーホリウッドスタジオに行ってきました。面白かったし楽しかった。その次の日はケネディスペースセンター、そのロケットとか打ち上げるとこ見てきて、めっちゃ良かった。もうディズニーより全然すごかった。まあそ、まあ宇宙だからそれはそうだけど、希望は大きいんだよもうロケットでかいし、ロケットを運ぶ車、まあ、車っていうみたいなやつがあって、あれめっちゃ
でかいし、なんかバスが下を通れるぐらいのでかい車で、で、そのロケット作る建物とか発射台とかスペース X の発射台もあって、めっちゃ感動した。なんかこんなでかいのを作ってるんだな。なんかロケット作る建物 だけでもすごかった。めちゃくちゃでかい。本当に行ってよかったと思います。で、その次の日は俺何をしたっけ。結構運転して下の方、キーウェスト、なんかフロリダの下にもう本当に長い道路があって、で、その長い道路の端っこに行くと、もうほぼキューバが見えるんだけど、俺その線を、その道路を半分ぐらい行って止まって戻ってきて、マイアミ行って、マイアミビーチで泳いで日本に帰ってきました。それはフロリダの旅でした。マイアミビーチも面白かったけど、まあ沖縄とかオーストラリアのビーチ行った方がいいんですよ。まあ1週間以上遅れたんだけど、これはまあフロリダ行ってきましたっていう動画なんですよ。あの、なんかもっともうたくさん経験があって、あの、その細かいところはあのライブ配信で喋ります。でも日本に帰ってきて、やっぱ日本はいいよな。日本は最高。俺外国人なんだけど日本は落ち着く。なんでやろいやいやいや、引きこもりで部屋から出ないから落ち着くんだよね俺。それやな、引きこもりは国関係ないもんなまあ皆さん行ってきました。それじゃあみんな飲み会で会いましょう。じゃあねー。あ、やっとホテルに着いた。サラソータっていうとこに来ちゃったんだけど、ウェイ。ガド。悪くないね、ホテル。悪くない。こんな感じ。外は何か見えるかな。あれ？あ、何もない。何もない。まあ東京から長かったな。長かった。今なんか散歩に出かけて、あ、もう夜中だからどこも閉まってて、でもお腹空いたからルームサービス頼んでサンドイッチみたいなやつ頼んだんだけど、やっぱアメリカさ、ポテトチップスつく。なんだこのお菓子。なんでポテトチップスがいつもつくんだよサンドイッチに。わからない。でもこれ普通にうまい。ピーマンとかなんかチキンとか乗っとるけど、まあなんかアメリカご飯まずいってよく聞くんだから、なんか期待はしてなかったけど普通に美味しい。皆さんおはよう。あの、時差ボケだから早く起きちゃったね。明日の6時なんですけど、まだ暗いですね外は。でも屋上にプールがあるらしいから、そこに行ってみようかな。なんか海の近くに泊まってるはずなんだけど、なかなか海にたどり着けないやっぱ全部なんかホテルの領域だから通れないんだよな。まだ海見れてない。すぐそこにあるはずなんだけど、あ、見えました。海が見えたけどビーチがない。もうちょっと違うとこに行かんとビーチがないんだよな。海が見えました。でもあっち側に、あ、またホテルとかたくさんあって、あっち側のなんかめっちゃあっち側のあの今見える島っていうのがここつながってて、でめっちゃ細い、めっちゃ細いんで、反対側の方はビーチいっぱいあるって地図見たらあった。朝になってちょっと景色が見えるね。まあそんな海は見えないけど窓からちょっと海見えてた。ほら海だ。でこっち見たらワンちゃんがいた。はい、よかったね。なんかこの辺新しいホテルとかリゾートたくさん作ってる今。昨日の夜全然どこも空いてなくて、なんかフロリダ州っていうのはみんなあの年上だから、なんか
ね、引退してるから早く寝て早く起きるかなと思ったんだけど、今朝も朝から全然カフェとか空いてなくて、結局 ホテルのご飯頼んじゃった。まあ俺がめっちゃ早く起きたのはあれなんだけど、頼んじゃいました。こんなに、お、パン、マフィン、これは、おーおーおお、こんな感じか。あーでも美味しそう冷えた水がラッピングされてる。でも美味しそう。いつも映画で見るこんな変なカリカリベーコンあーうまいうまい、思ってたよりうまい。すごくさ、いちいちケチャップ使うと、これ開けなくちゃいけない、新しいの。なんかすごいもったいない。なんかちょっとジャム、ちょっとでもジャム欲しいなと思ったら、これ、いちいち開けなくちゃいけない。なんかもったいないよな。でもこのブランドは、オーストラリアにもあるからな。うん。全然。美味しいです。今日頑張るぞ。プールまだ開いてなかったから、多分これ食べ終わったら開いてるから、朝ごはん終わったらちょっと泳いでくる。数時間前にコラボ終わって帰ってきたんだけど、まだ元気のつもりだったんだけど、なんかベッドに座り込んで携帯してたらもうすぐに寝ちゃった。これは時差ボケなんですね。でもこれからもう一回プール起きてプールに入って目覚ましてご飯食べに行く。で明日からこのコラボの映像を撮るんで頑張ります。今からご飯を食べに行きます。ちょっと雨降ってきた、見ないけど、なんかぼちぼち雷も鳴ってるな。なんかこの季節だと特に急に雨降ってくるって言われたんで気をつけよう。皆さん車借りて今日はディズニーに行って暴れます。だいぶなんかアメリカの車、全部逆になってるからね、わかるよね、左側に座って運転するなんだけど、だいぶ慣れてきた。そしてモンスター買ってみたんだけど、変な飲んだことないやつがあったんだけど普通に美味しい。Keller was not capable to get this job done. Something had to change. They decided to pick a crawler and modify one. Deployed for use. All right, I'm going to jump in right there because we have a lot to talk about.